中野市立図書館は、長野県中野市にある公共図書館。中野市大技西条にある市立図書館と、大技赤岩にある北部分館、大技安源寺にある西部分館、大技豊津にある豊田分館の4館からなる。2016年3月末現在での蔵書数は、中野市立図書館が205,744冊。 文館の三観合計で36,501冊。年間貸し出し数は175,411冊である。1902年12月に、長野県下田海軍内国町に、小野育之助により設立された施設文庫が始まりである。中野町、中野銀行役員であった小野は、父、安太郎の官暦記念に、図書館の設立を思い立ち、 当時の価格で2100円を投じて中野文庫として開設した。施設文庫としては帝国教育会付属図書館、伊勢神宮、林崎文庫と共に全国的に有名であったが、小野自身の転居等により維持が困難になり5年後には閉鎖された。蔵書は中野町に寄贈され、書籍類は中野神城小学校に関され1917年12月に、 調律図書館としして再開した1946年8月に中野公民館図書部となる。1954年7月に合併により中野市となり、拡張村の図書部が統合されて中野市公民館図書部となる。1958年4月に中野市公民館図書部から独立し中野市立図書館が誕生した。2006年7月、 それまで本館のみで利用可能であった図書館カードが文館でも利用できるようになり、本館及び3文館が相互にネットワーク化され、所蔵場所を問わず本の貸し出し予約が可能になった。ありがとうございます。